テテテン、投資を20年くらいやってるんですが、覚醒の感というのは令和になりひしひしと感じるようになった次第です。特に来年からの新ニーサ、Y 次元の制度改善で早く課題好きな日本人にあるまじき神制度に仕上がっているわけです。テテテン、さらに来年は手数料無用という鬼のように投資家有利な概念が導入されます。手数料無用については数年前にロビンフッドという存在が現れ市場の注目を集めましたが、いまいちパッとせずに尻すぼみになりました。それがまさか日本でこんなにも早く制度が施行されるようになるとは。時代の流れが加速しており、私のようなご老人には走馬灯、夢うつつのように日常が過ぎていきます。人生的のコンテンツ的には私の世代のようにファミコンから AI まで同じ時代に生きていられたことが最高に幸せなことなんですが、産運用的には今生まれてくるクソガキたちが間違いなく史上最高に恵まれた投資環境を過ごせるわけです。テテテン、金持ちのボケガキはお小遣いを積み立てするだけで大人になる頃には人財産築いているわけです。金持ちでなくても少しでも知能があるガキはお年玉やバイト代を積み立て投資するわけです。それだけで数十年後には送り人になったりするのかもしれません。とにかく金があるところに金がとんでもない勢いで集まる時代になってきました。ドラゴンボールのようにスーパーサイヤ人、送り人、パワーゲンセールのように特別な存在でなくなるわけです。テンテケテン、株式投資なんてもものは本当に茶番で、知れば知るほどに馬鹿らしい仕組みです。そのうち本格的にぶっ壊れるとは思いますが、今はまだその時ではない気もします。格差社会の行き着く先、そう遠くない先にそのディストピアは拝めるのかもしれません。面白いもので、このように時代が史上最高な不労所得環境を用意しているにもかかわらず、投資をしていない人口は過半数おり、日本の投資家人口は 30% 弱との統計もあるようです。言っちゃあなんですが、世界にはびっくりするくらいモンキーな人口が多いのです。で、投資家が全員賢いのかというと全然そんなこともなくて、ほとんどの投資家、投機家、パサ類家の知能指数でございます。なので普通の知能をお持ちでしたらほぼ 100% 投資で負けることはないのかと思います。株式投資なんてもものは本当に茶番で、知れば知るほどに馬鹿らしい仕組みです。そのうち本格的にぶっ壊れるとは思います。テンテケテン、ニーサ手数料無用も段階的に導入されているのでインパクトが感じにくいのかもしれませんが、これは以上なルール改定です。株式投資の根底が覆るレベルのことだと思います。とにもかくにも金があるところに金がとんでもない勢いで集まる仕組みなわけです。これを救済と捉えるか、差別、エコヒーキ、イカ様と捉えるか、同じものでも立場や視点を変えると全く別物に見えたりもするわけです。面白いのが、このチートに世の過半数のお猿さんたちは理解が追いつかないと、そういうことです。言っちゃあなんですが、世界にはびっくりするくらいモンキーな人口が多いのです。私らは放し飼いのモンキーパークと共存して生きているわけです。猿に近づくとうんこを投げつけられるので、適度に距離を置いてお猿さんたちに働いてもらうと楽に生活ができます。お猿さんたちは知能指数は低いですが、一生懸命に働いたりするわけです。君がいて僕がいると、そういうことでしょうか。テケテン、お猿さんたちに投資が見つかった時どんな地獄が訪れるのか、2024年はいろんな期待が持てる年なわけです。ゾクゾクワクワクする人も多いのかと思います。市場は新規参加者の敷居を低くし続け、天使のような悪魔の笑顔でお待ちしとるわけです。ひきこもごもが相場って感じがして、やっぱり投資は面白いわけです。テンテケテン、最後までご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。それでは皆さん、また見てね。テケテン、テケテン。ご清聴ありがとうございました。